一回酒で治るの。何ゲラルト、結婚式は素晴らしい考えだった。普段俺が休んだりすることはほとんどないからな。いい気分転換になったよ。医者は何の考えもなく処方したりしないの。ブロジミールが嫌な思いをさせなかったか。変わった人、いや変わった幽霊なのは確かね。でも嫌いじゃなかった。生前は面白い人だったでしょうね。考える時間がいると言っていたが、もういいのか。ええ、あなたは信じられないくらい優しいわ。でもお互いに今のままがいいか。うん、あなたはいつも飛び回ってるし、私もすぐに配置転換になる。それに一度試したでしょ。どうなったか覚えてるはずよ。そうだな。だがたまには一緒にワインを飲むと約束してくれないか。もちろん、いつも手元に置いておくわ。聞きたいことがあるんだが。ぜひ聞いて。ただの好奇心だが、グエントで遊んだことはあるか。ああ、ゲラルト、もちろんよ。兵士たちの中にいて夜中に何か他のことができると思う？さあ、やりましょう。
いい腕ね。真面目に旅をしないでいつもゲームばかりしてたんじゃないかってぐらいに。いや、運が良かっただけだ。そうかもね。はい、昔の友人からもらった強いカードよ。運だけに頼らなくてもいいようにね。やっと話せるな。ビジマを離れてからどこでどうしていたのか教えてくれ。それって私たちが別れてからのことかしら。束の間の平穏だったけど、おかげでオクセンフルトに戻って博士号を取得できた。それからヤルーガ川の北側にある全ての野戦病院を手伝ったと思うわ。相変わらずの調子だな。私はあなたと違って150年も生きられない。時間がずっと限られてるから少しも無駄にしたくないのよ。君は昔から強かった。そういう意味では何も変わってないわね。またな。ニシンはいくらだ？1クラウンだ。あれはなんだ？遊びだ。まるでガキみたいだ。子供はいるのか？いや。ああ、そうか。ウィッチャーはこう宿せないんだ。それで、俺に用があるんじゃないのか？お前の仲間だな。興味深い連中だな。興味深い？どいつもこいつもどこにでもいる大酒飲みの荒くれ者だ。どこで見つけたんだ？昔から一緒にいるやつもいれば、旅の途中で仲間にしたやつ、向こうから来たやつもいる。酒を飲んで騒ぐにはいい相手だ。連中と旅をするようになってから昔の敵もモグラみたいに静かになる。初めて見るサーベルだ。どこのものだ？オフィルだ。これは贈り物だった。剣を帯びて危険な雰囲気を出すだけなら臆病者にだってできる。だがこのサーベルは違う。俺が手に取れば必ず頭が地面に転がる。こいつを見ただけで悪名高いオルギエルド・フォン・エベレックに挑もうとは思わなくなる。このメダルが魔法の剣だと言ってる。そいつが喋るのか。優れた武器を知らないだけだ。お前がオフィル人を化け物に変えた方法が気になる。状況から察するにただの呪いとは考えにくい。専門家として知りたいのか、それとも野獣馬根性か。向上心だ。情報はいつか役に立つかもしれない。まさかお前、与えられた仕事を完遂し幸せに暮らせるとでも思ってるの？どうだろうな。とにかく魔術師の力を借りた。そうだろう。ヒントや願いを叶える役を演じてるのはお前だけじゃない。オーディムにオフィル人の姿を変えさせたのか？いや、俺自身の力だ。ただの呪いじゃないってところは正しかった。だがこれ以上は話すつもりはない。怒りに任せた呪いでその後のことは考えもしなかった。グエントで遊んだことはあるが。不死の存在に3つの願いを叶えるよう求められた時にグエントを挑むのか？負けたくないのか？ならいい。他の相手を探す。今まで聞いた中では最悪の挑発だな。カード。
開けるのは何より嫌いなんだ。ま、おめでとう。このカードを持っていけ。ありがとう。ブロジミールがよろしくと。あいつと話したと。ありえん。おまけにお前の望みも叶えた。そして話をした。彼が何て言っていたか知りたいか。願いは叶えた。亡くなった弟に昔のような日々をもう一日過ごさせた。言うのはたやすい。証拠はあるのか。ああ、ブロジミールの筆跡だ。間違いない。よくやったウィッチャー。それだけか。それとも他に何か。次はボルソディの家の入手に取り掛かる。頑張れ。楽しみよ。